しかも私無駄に防衛大学も受けたんですよ。防衛大学校もはい、ただだから。どうもこんにちは、特化軍です。中品課です。本日は園子さんの入隊試験のお話。今入隊シーズンなわけでございます。はい、試験に関するお話、ね、皆さん視聴者の中にもきっと、はい、入隊試験控えてる人たくさんいると思うんですよ。今もうシーズン真っ只中ですから。まずその入隊をする時にも、はい、まあ、ちょっときっかけっていうか、まあ、前聞いたかもしれませんが、はい、なんでこうまず自衛隊入ろう、高校3年ぐらいですか、入ろう。もうずっと高校1年の途中から、はい、もう私は自衛隊入るしかないってずっと思ってたんですよね。もうあんまりうちお貧乏な家だったんで大学には行けないと。なるほど。は思いまして、問題集あるじゃないですか、はい、自衛隊のよく市販というか本屋さんで売ってる自衛隊の問題集みたいなのを毎日こう解くようにしたりとか、うん、歴史のこととか浅く広くやっぱり学んでおけば点数取れたりとか、はい、中学生の卒業レベルぐらいあれば軽く多分解ける問題ばっかりだ、うん、面接の練習とかも地本でやったっすか。私たちの時はそういう地本ではそういうのにしてもらえなかったんで、もう面接はもうぶっつけ本番、自分たちで頑張るみたいな感じでした。あ、僕の高校もそうでした、はあ、学校の先生でした、はあ、筆記と面接、はあ、面接の練習を、まあ、多分周りの就活の人と一緒、はあ、公務員系みたいな感じでやった気がします、はあ、同じ感じですか。そうですね、学校の先生、はあ、とりあえず筆記落ちたらもう終わりだと思ったんで、すごい勉強頑張って、で面接とかこういろいろもうやったんですけど、自分なりにこう面接を練習して、は誰からもアドバイスとかなかったんで。あ、独学ですか。あ、独学ですごい天才派ですよ。その壁に向かってですか。はいはい、ちょっとや頑張りますみたいな。なんか見えてますよね。普通にテレビとかで不思議発見とかやってんのに不思議発見とかテレビに向かってます。はい、頑張ります。スーパーひとし君どうしようかしらってなっちゃいますね。スーパーひとし君親のためにスーパーひとし君貯金しますってなっちゃうんで。でも独学でイメトレ、そう学校で練習しようがないんですよ一人だと。だからなんか受け答えどんな質問来るかなっていうのを想像するみたいな。はい、妄想です。あ、じゃあ学校ではあんまり練習はなかったの。面接そうですね。あ、じゃあこっちはあったけどなかったっすね。あ、じゃあ行ってこいと。はい、その子さん、はい、じゃあ行って頑張ってくださいみたいな感じですか。いや、うちの高校は10クラスぐらいあって、あ、すっさまじい人数なんですよ。なるほど。だから先生とかも忙しくて、そういう人に構ってられない。あ、そうなんですか。でもう僕の小中とかの先生だと、もう休みの日釣りしてると横に先生来ますからね。釣れたみたいな。お前んちの親あれだろ、漁業だろっつってブーンって親来て、船に乗って一緒に釣りしていいんですかみたいな。先生も一緒に来るみたいな。いや、すごい。なんか身近ですね。もう生徒数が少ないもんで、はい、マンモスなんですね。そうですね。じゃあ頑張ってこいと。すごい独学ですよ。じゃあどうなんですか、独学の面接は。もう想像通りの質問来ました。はい、あ、そうですね、一応想像通り。でもたまにちょっと難題を出されることもあるんですけど、志望動機は、はい、来ました、想像してました、志望動機は来ました。でもちょっとなんて答えたか忘れたんですけど、はい、とにかく私は自衛隊に受かるには、その国防だとか、そういう国防に燃えていてとか、うん、ずっと言ってた記憶があるんです。おすごい、それは想像して。国防のため私が日本を支えます。私を入れてください。何ですか、でかくないですか。はい、だいぶでかいですよね。今すぐ射撃訓練でも可能であります。怖い。イメトレをしております。いや、でも私多分面接の時こんな感じだったかもしれないですよ。マジですか。本当にそうそう、はいはい、それは何々ですみたいな感じだったんですよ。すげえ上手、大物入ってきたな本当に。でもマジですか。全然蓋開けたらただのポンコツですから。いやいやいや、本当によく聞かれるね質問は、はい、その志望動機、はい、まあ入ってどのように頑張りたいですかみたいな、ね、あ、そうですね、それもありますね。入った後の意欲、はいはい、あと貯金どうしますかとか、初任給どうしますかとか、へえ、お金に関すること聞かれたと思います。いや、正直に答えていいと思うんですよ。なんか
あの初任給はって言われた時に本当に正直に答えちゃって、まだもらってないのでその時まで考えてませんって言って正直に言っちゃった。もらったことがないのでわかりませんって。それ覚えてるんですか。はい、言いました。あんまりよろしくない空気になって、うん、今のは違うかったと思う。絶対に違う。今のは仕送りとかいやするつもりやけど、だって貧乏やしと思って。それはもう親との間でもう裏で決まってる設定だけど、うちの親のね、うちの親があのパツンコでお金がねえんですとかっていう裏設定説明する必要あるのかなとか、なんかいろいろ裏の密約をあの言う必要ないから端折っちゃったですね。私も親に仕送りしますみたいな言ったかもしれないです。あ、じゃあもういい、いい。いや、でも実際にしますもんね。でも親に仕送りする、まあ、はい、しましたけど、でも自分の人生だって大事じゃないですか。まあ、まあもちろんです、もちろんです。だから無理のないようにっていうのが一番だと思うんですよね。本当そうです。はい、だからそれがテンプレになってはいけないですよね。はい、親に送るんですっていうのはね。はい、はい、まあ、そんな感じですね。そういう質問が多いですよね。はい、頑張ります。でも私の時落ちてますから、自衛隊1回落ちてるんです。ちょっと待ってください、その後さ、筆記頑張りましたよね。はい、テストまあまあいい感じでした多分。で面接ってことか面接ってことなのか、これは。え、何ですかかもしれないですねそのつまり落ちるっていうのは今頃10月ぐらいでしたね。当時今はね、あの年中受け付けてるんですけど。ああ、そうですよね。そうですね、10月だったかもしれない。4月入隊は9、10、11ぐらいですよ。10、11ぐらいです。はい、で通知が来るっていうか、はい、落ちてましたってなるんですか。はい、でどうしたんですか、そっから。いや、もう私受かる気満々だったんで、ええ、私落ちたんだけどと思って。で、あの星っていう、今で言うと一般走行補正、正、はい、走行補正、はい、昔で言うと星みたいな、走行補正、はい、あれはもう筆記の段階で落ちてて。ああ、まあちょっとあれ、ちょっとレベル高い、まだちょっと範囲、ちょっと難易度上がるかな。そうですね。あ、確か私無駄に防衛大学も受けたんですよ。防衛大学校も。はい、ただだからあの防衛大学校、その子が誕生の可能性あったんですか。いや、でも全部受けたんですか。防衛大学校ってことはそれ以下全部受けますよね。はい、つまり今はなき一般走行補学生、はい、扱いとしては総学みたいなやつも受け、すげえ、あと看護学生とか、とりあえずなんか受けられるもん全部受けたんですよ。すごいじゃないですか。で、なんか確か消防とか警察とかも受けたんですよ。でも受かるわけないじゃないですか。いやもう本当にちょっとあれですか、公務員コレクターみたいになるとこだったじゃないですか。あそこもあそこもあそこも。そうですね。あとなんか市役所みたいなのなんか受けました。もう公務員コレクターまあ今までこそ多いでしょうけど、はあ、当時、ね、インターネットとかもないのに、はあ、よく全部ちゃんと受けましたね。あ、すげえ。なんか学校で、うん、この日にこういう試験ありますよ、同時受験になっちゃったんで、へえ、とりあえず受けられるもの全部受けたんですよ。もしかしたらうまくいえばどれか引っかかるかもしれないじゃないですか。防衛大学校まで受かるわけないのに。いやいやいや、そんなもん。いや、でもその試験の空気になれるっていうのは大事かもしれないですよね。すごい、さすが。でも多分一問も解けないまま終わってますよでもつまりめっちゃいろいろ受けて全部ダメですよ。え、だって高3の秋、はあ、そうなると落ちましたと。なんかみんな専門学校行ったり、はい、大学決まったり、みんなあと就職の人はどんどん就職決まってて、はい、確かその全学年の中でどこも決まってないっていうのは、え、学年で一人だった記憶があります。え、その子さんだけですかその子さんマジですか、はあ、俺どないするみたいな。だからどうしようと思って、もうなんか学年で一人しかいないからもう恥ずかしくてしょうがなくて。マンモスですよね。はい、あ、だってみんなすごい、もう超進学校で医者の大学、医大とか行くような人がいる、うん、いたり。だからあの、はい、私バイトとかいろいろして。高校3年の冬はバイトで、はい、で4月からどないすんねんって感じですか。あ、もうずっとそのバイトとか続けたり、はい、いろんなバイトをしてましたね。郵便局とかもしましたし。郵便局って年末郵便局のバイトありません？なんか、はい、あの年賀状、はあ、とかどっさり来るから、はあ、あれの配達しねえか、はあ、みたいな。あれ高校3年間やってましたし。へえ、それ楽しかったですよ。年賀状こう仕分けするのはだんだんなんか集中してきて、はあ、郵便番号でグワーって仕分けるんですけど、見た瞬間、はいはい、これこれ、はい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 みたいな自動振り分け機、はあ、
それが楽しくて。あ、つまり1年間ってことは、つまり高卒卒業した後に1年間は園子さんはフリーです。お、すごい。つまりこの自衛隊一本、もう1年間自衛隊一本に考えてるんですか？いや、そんなことないです。もうその時はもうとりあえずどんな会社でもいいから、はい、とりあえず受かれば何でもいいと思って、はい、建設関係とか何でも受けてたかな。あ、はい、春から。はい、あ、でもそういう1、2、3月あたりから。はい、でもそういう人を、はい、集めてないので、なかなかなくて、秋ぐらいになってそういう話が来て、とりあえず受けられるもの全部受けたりとか。へー、ずっとバイトしながら。すごい。で、はい、郵便と建設系とか鉄骨買ってたんですか、そもそも。そうです。すげえ。本当ですか？いや、もうそうです、ね、イメージではない、これではない、はい、飛び職とも違う、はい、よいしょみたいな、はい、あ、でも女性の場合求められるのじゃなくて事務職なんですよ。ああ、で、大抵そういう女性事務職求めてますみたいなのって今は多分全部パソコンで OK だと思うんですよ。ああ、でも当時はなんか字の綺麗な方にお願いしたいですみたいなの書かれてて、はい、私超字が あんまり得意ではないで、あ、なかなか合わないなと思いながら、だってそれって履歴書を見た時点でえってなっちゃうじゃないですか、はい、それでその次の年の、はい、夏の終わりぐらい、今ぐらいの時期になって、はい、よっしゃもう一発自衛隊だなってなるんですか。はい、それに向けてるんですか、勉強して。あ、一応それにも向けてもやってましたし、はい、もうとりあえずもうどっか就職できればもうそれでいいやみたいな感じだったんで、でもう一発全部受けですか、もう一発。いや、もうその年から膨大とか受けたって、はい、落ちるに決まってるじゃないですか。いや、わかんないですよ、膨大は一浪ありますから普通に。ないありますからね、普通に、はい、はい、あ、まあ膨大は一浪ありますよ。膨大は一浪普通にあります。一浪はありますけど、私はまずはないですから、うん、本当に。もうそれありゃあかんと、はい、無理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 って取って、はい、自衛官候補生、はい、とか、またその時もまた確かなんか警察とかなんか消防とかなんかいろいろ始まった、ゴーンって始まった、公務員セット全部ゴーンって、市役所とかも全部ゴーンって受けて、ええ、そんでどうなんですか。もちろんその2回目もですね、もちろん、ええ、全部落ちました。ちょっと待ってください。当時の一般入試って、はい、男性は結構受かるんですよ、はい、枠も広い。あ、やっぱそうですよね。枠は5000人受けて100人しか受からないオーディション本当ですよね、厳しい。ちょっと待ってください、5000人受けて100人ですか、はい、で、また落ちて、はい、まあ、いや、うわ、もう2回目落ちて、あ、もうダメだと思って、もう自衛隊諦めようと思って、もうとにかくなんかどっかちゃんとしたバイトじゃないのを探さなきゃと思って、で、とりあえず、いや、こっからちょっと保育士とか目指、いや、保育士目指すのもまたお金かかるしなとか、看護師さんになるのもまたすごいお金かかるしとか、はい、でもそのためには自分で稼いでから行かなきゃとか、すごいいろんなこと、もういろいろ悩んでたんですよね。で、その悩みながらでもずっとバイトとか続けて、いや、どうしようかなと思って、で、ある時バイトから帰って、そしたらなんか電話鳴ってんなと思って、で、父親もたまたま仕事休みで、父親がその電話を取ったんですよ、はい、そしたら、あーって、その子、自連から電話来てるぞって言われて、えっ？と思って電話出たら、あなた一応合格にはなりそうなんだけど入る気あります？って言われて、へぇ、もう漫画の世界、もう結構辞退する人いるんですよ。他にもいろいろ受かって、それは蹴りますみたいな辞退する人がいるんで、はいはいはい、どうか最後まで諦めないで。なるほど、結構追加合格いるんですよ。なりますよね、それはね。これで私なんとか就職できると思って、あるだせー、絵が浮かびますもん。答えます。1年越しの、はあ、いや、そうですね、昼寝してやさくれて、はあ、しかも2年目もダメかもしれないって思ってる矢先の3月ですよ。もう4月には入隊ですよ。5000分の100を引きましたね。はあ、すげえ。そのなんか辞退してくれた人ありがとうございます。その日のうちにちょっと募集事務所に来てくれって言われて、うん、もう父親と一緒に行ったんですよね。私だけ入って、あ、この度本当にありがとうございますみたいな言って、あのさ、
今回一応合格なんだけど、なんで2回あなた落ちてるよねって、でなんで落ちてるか分かるって言われて、いや多分成績、勉強の方がちょっと足りなかったのかなって思いますって言ったら、あなたの面接ねえすごく暗そうなのって私そんな暗そうなの、独学の面接が独学の面接で大失敗してるんで、山ごもりの、はあ、もう山ごもりのあのなんか空手の一人で練習してるみたいなそんな感じに見えたのかもしれないですね。でもひたすらはいはいはいみたいな人と喋らずに、はあ、独学の面接練習が出ちゃってた、はい、暗そうだから、はい、あじゃあ明るくすべきなんですね。あそうなんですよ、面接ってやっぱりハキハキと明るくした方が、はい、あの自衛隊って特に集団生活するじゃないですか、はい、みんなで、だから、なるべく明るく、うん、いろんな人と仲良くできますみたいな。まあそっか、ね、私すごい 今思い出したんですけど、はい、その血液検査とか体重測ったり身長測ったり、はい、こういろんな、なんかなんだ健康診断もあるんですよ、はい、でその中に肺活量あるんですよね、でその肺活量今でこそデジタルでなんか、はいはいはい、ちっちゃい体重計みたいなやつでプルルルって数字が出るんですけど、昔のやつってこういうやつ、はあの肺活量のやつボコ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 ってなるやつなんですよね、はいはい、私の時だけボコ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 毎回あの駐屯地の健康診断とかでも、はい、うわーってなんか人集まってくるんですよ、肺活量すげーなみたいな、その子さん人間風船みたいなおい始まるぞ始まるぞ、で肺活量が多いとなんかこう何かと有利なイメージありますよね、はい、例えば足が速いとか、はい、駆け足、自衛隊だったら、駆け足が速いとか、水泳がすごいとか、いろんな特技があるのかなって思われがちなんですけど、何の役にも立たなかった、まあ、足も遅ければ特に体力とかもなくて、あラッパとかね、あラッパ確かにラッパいいですよ、あれだって息切れたらもう、あ確かに、あ息継ぎ終わりますか、あれ絶対肺が出る必要ですから、ラッパ、ラッパモス持ってるし、なんかその入隊決まったってなってからなんか準備とかしたっすか、なんかよく質問あるんですよ、走るんですかとか、体力はもう入隊合格決まった段階で体力つけておくべきだと思うんですよ、例えば自衛隊って駆け足持続走の方を重視されるん で、そうですね、もう少しでもいいから走ったりとか、わーって走ったりとか、あと筋トレ、あの体力検定受かった方が絶対有利な、後から自分が苦労するんで、はい、例えば腹筋やったり腕立てやったりとか、で私高校の時から入る気満々だったんで、高1の時から毎日腹筋200回とか、すげえ、もう当時ちょっと腹筋割れてたんです、今横に割れてるんですけど、いやいやいや何を言ってるんですか、ね、腕立ってもぐっしゃぐしゃやってたんですよ、すごい、すっごい鍛えてたんですよ、ね、熱量、それなのに落ちてますからね、まあ面接だからね独学の面接はね、 そうですね、あのカメラで撮ってチェックしてるわけでもないしね、はいはい、想像ですもんね、はい、妄想だけの面接練習だったんで、想像の面接だとなんか都合のいいリアクション、面接官の都合のいいリアクションが浮かびますね、何答えても、なるほど、自分の中で完璧だで蓋を開けたら暗そういやでも私いつも第一印象すっごい暗そうだよねって言われるんで、いやなんかそういう顔してもなんかこうちびまる子ちゃんのああいうなんか青い線が見えてんのかなと思って、いやでもなんか加減難しいですよね、なんか僕もバイトしてる時に結構あの吉本とかの上の先輩の方とか来て、で結構こうすごい売れてる方とか先輩が偶然来ることもあったんですよ、その時になんかこう先輩同士とかでこう喋ったりしてる時に、いややっぱ
っぱりどんな時もちょっとこうちょっときつくても笑顔でいれるっていう人がやっぱ愛されるし、やっぱそういう方がみんなついてくるしいいよみたいなことを先輩同士が喋ってたんですよ。もう未だにめちゃくちゃ売れてる方人たちの飲み会みたいなところで、なるほどと思って、そのちょうど2日後ぐらいにあの吉本の若手のライブがあったんですよ。で結構いろんな作家さんがネタを見に来て、ネタ終わった後に作家さんがお前のネタこうやったとか一人一人こう言う、ダメ出ししていくという。それ山田さんですか？いや山田さんじゃない作家さんです。めっちゃ怖えっていう有名な作家さんで、それでネタ終わったんですよ。そしたらネタをネタ時間1秒ぐらいオーバーしちゃって、その2分ネタなの2分1秒ぐらいでやったのかな。それでこうステージがバーンって暗くなって、ドンチキドンチキ、はい次の組みたいになって、その作家さん1秒でもオーバーしたら、おいテレビだったらお前 CM 行ってんだぞこらっていう感じで、もう1秒オーバーしたことに、マジで1秒オーバーしたことに15分切れる作家さんだったんですよ、マジで。でめっちゃくちゃ切れてるんですよ私に。お前どういうことか分かるかお前、聞いてんのかこらみたいな感じでめちゃくちゃ切れてるんですよ、その1秒オーバーしたことに。そのネタに対してじゃなくて、はい、1秒オーバーしたことにもう15分ぐらいずっと切れてるんですよ、はい、それに対して俺はもう先輩の言葉が浮かんだんですよ、はい、ちょっと辛い時も笑顔でいる方が愛されるんだと思って、はいはい、めちゃくちゃ作家さんブチ切れてる中、はい、僕はそうだと思って口角を上げることにしたんですよ、はい。はいはい、やったんすよ。そしたら「おめえなめてんのかこら!」って言って、嘘でしょあなたも知ってるほど、あなたもびっくりするぐらい売れてる先輩方が辛い時でも笑えって言ってた、愛されるって言ってた、あなた、と思ってなめてんのかお前、なんだ笑ってるぞお前ってなって、そしたらなんか他の一緒にこう組で出た芸人も並んでんすよ、他のコンビも話振り始めて、なんだこいつは、おいなんだこいつは、笑ってるぞこいつみたいな、いや笑ってない、いや全然笑ってないですみたいな、アヒルみたいになっちゃって、アヒル口みたいになっちゃって、もうやめらんねえから上げちゃった手前ね、急にシュンってなってる、ね、え、シュンですよなんて、もうこれはこれであれじゃないですか、だからえっ、いやいや、そんなんないっすみたいなお前バカにしてんのかって思ってでも俺はもうなんかもうこれはもう先輩のね言ってたことだから、これはもう逆のあのモチベーションが出てきて、ここでやめない方がいいんじゃねえかなって思っていややってます、はいみたいなめちゃめちゃ切れて、もうさらに火ついちゃってでもなんかその後の、はい、あの、はい、ダメ出しもらう人もかわいそうですね。そうです、もうずっと待ってんすから俺が1秒オーバーしたことと俺の口角が上がってることに対してもう作家さんめっちゃ切れてるんです。そんでその後に、はい、あのまた居酒屋でバイトしてたら、はい、その先輩来たんですよ、はい、その数ヶ月後だったかに、はい、そしたらその先輩のところで俺その話したんですよ、はい、1秒オーバーしたのに、はい、あの10分ぐらいめっちゃ怒られてって言って、はい、そんであの笑った方が、はい、あの笑顔の方が愛されるって言うから、俺その時もあの口角を上げたらもっと怒られたんですけどって俺言ったの先輩に、はいはい、そしたら先輩たちが、いや あの作家さんでしょっつって、ああ俺は世話になってるな、うん、あの作家さんの時だけはやめた方がいいぞって言ってくださいよ言ってくださいよ、だから気をつけましょうね、はあ、そうですよね、すいません長くなりました、その、あのこの人はやばいなっていうのを察知する能力も必要ですよね、はい、そうですそうです、はあ、だってレンジャーの訓練で口角上げてたら歯見せんなって多分絶対なります、同じ絶対やばい絶対やばい、はい、だからこうそせってシュンってこう八の字みたいなのこれを求めてたと思うんですよ、八八っていうのっていうこう人こうじゃないですか絶対、わかりますツボに入っちゃったね、お正月のお面みたいな、なんかわかります、なんかタコみたいなふんふんっていうのがまとめてたんですよ、そしたらもうスンスンっていうね、
気をつけましょう。ああガチで怒られてる時は笑わない方がいいです。笑わない方がいいです。でも普段はやっぱりちょっと笑顔というかハキハキして明るいイメージの方が、はい、面接はね、怒ってるわけじゃないですから、あのやっぱねこうやや笑顔というか前向きな方がいいですよね。でも、はい、これがあの新隊員の入隊のハキハキ明るくでいいと思うんですけど、はい、陸曹候補生とか観光、はい、あの、うん、幹部候補生とかになると、うん、はいなんとかですみたいな方がいいの ですよ、ね、だからその時によるのでそうですね、はあ、もう私はやるんですっていう、はあ、真摯なのを求めるっていうのはあります、はあはあ、私すごい今思い出したんですけど、私陸曹候補生の面接の練習、あ陸曹候補生はがっちりちゃんとあの舞台が面接の練習してくれますから、あ観光もそうですし、その時に、あなたの尊敬する人は誰ですかっていう質問があったんですよね、はあ、で私も結構なんか正直に答えちゃうんで、なんかこう自衛官の中の誰々を尊敬してますとかって答えた方がいいと思うんですよ、ね、まあ誰でもいいとは思うんですけど、でも私あの本当に心の底から水木しげる先生、あのゲゲゲの鬼太郎の水木しげる先生を心から尊敬、今でもしてるので、はい、尊敬する人は水木しげる先生ですって言ったんですよ。漫画家行けや漫画家行けや。そしたらその幹部の人たちが、君水木先生って言ったけど、あの水木先生って果たして協調性とかはあるのかなって言われて、ないかもしれません。自衛隊と関係なさすぎた。本当に自衛隊に関わる人で本当に尊敬してるとかだったら、あなるほどな、うんとかなるとは思うんですけど、例えば陸曹候補生でそれを聞かれたら、例えばレンジャー伊藤が、伊藤を尊敬しますとかだったらいいのかもしれないですよ、ね、あ確かに。ただ誰もが知ってる人じゃないと、それは誰だねってなっちゃうんで、じゃあ尊敬する人は料理研究家の土井善晴ですって言ったら、お前味噌汁作んのかみたいな。そっか、いやだからなんかこう、うん、それが陸曹候補生あじゃなくて、新隊員の、はい、受講生とかの面接で尊敬する人は誰ですかって言われて、はい、水木しげる先生ですって答えても多分、うん、あそうなんだへえって終わると思うんですよ、はいはいはい、陸曹候補生でそれを答えると、はい、それはダメですね、はい、大きく出ていいんですかそこは。え、あの陸曹候補生ですか、はい、大きく出た方がいいと思います。なんか第一師団長だとか。あ、いいと思います。あそっか、中の人だから。ああそっか、立教とかだったらありなんですね。ただ別の師団長ですとか言ったら、それはうちの飛ばしますっていうって問題になるんで、そこはやっぱり身内の誰もが知ってる人とか。うちはあの北部方面だけれども、いやって言って、いや第一師団のいや、なんでなんでなんでってなりますもんね。そうですね、わざわざ飛ばすなよ、はあ、でも大きく出ていいと思うんですけど、はあ、それを方面総監ですとかっていうのはどうかと思うんですよ。ああなんかちょっとかけ離れすぎてるんじゃないですか、うん、そうですよね。なんかイメージで言ってない、はあ、ってなりますもんね、はあ、それなんかすごい、いや難しいですよね。ああレベルが難しいですね、はあ、だからあのもし陸曹候補生受かって今困ってる人とかいたら、はあ、まずあの自分のところの幹部の方とか、はい、陸曹の方とか専任とかにいろいろアドバイスもらって、ちゃんとしたいい答え出るように。あそんな感じで、見事合格して、はい、でちょっと今日筋トレしたりして、はい、あそうですね、私筋トレあれがっつりしてて、すっごい腕立てもグワーってやってて、一、ね、つすごいメリットがあるなと思ったのが、はい、なんですか。めっちゃ腕立てして、はい、この辺筋肉すっごい本当片方ずつ動くぐらいムッキムキになったんですよね、ええ、そしたらあのなんていうんですか、おっぱいがでかくなったんです。入隊に関係ねえいや肺活量よりもっと関係ねえそうです、肺活量は使いますけどね、自衛隊は。いやでもここは筋肉も使いますから。その子さん時代も時代なんですから、試験項目に そんなものが加点されるようもんならですよ、社会問題になっちゃいますか。そうですね、社会問題に。ということでぜひ皆さん、はい、参考にしてみてください、はい、入隊前のね園子さんの貴重なお話、はい、そしてあの園子さんのガッツをね聞けたと思いますんで、諦めずに頑張るということでございます、はい、頑張ってください。ということで、試験シーズンでございました。園子さんのお話でございました。本日はこれまで。それじゃまた。